次に、いじめ防止、教育、子育て支援についてです。全国が注目するいじめ重大事態につきましては、昨年9月にいじめ防止等対策委員会から最終報告書の提出があり、今後の再発防止策の策定に資するものと評価しておりますが、未だ不明な点があったことから、いじめ防止対策推進法第30条第2項の再調査を行うこととしました。昨年12月に開催した第1回の会議において、再調査委員会に、1、いじめの認定の再検証、2、いじめと自死との関連性の再検証、3、学校及び教育委員会の対応についての再検証、4、再発防止策の提言を諮問しているところです。再調査委員会では、小木直樹委員長をはじめ、弁護士の野村武史副委員長、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授の斉藤玉城委員など、いじめ問題に関して国内屈指の知見を有する方々に、公平、中立の立場で真相解明に向けて真摯に取り組んでいただいており、その行方を見守ってまいります。いじめの問題につきましては、二度と同じ過ちを繰り返さないためにも、再発防止策が非常に重要です。そのため、4月から市長部局にいじめ防止対策推進部を新設し、教育委員会と市長部局が一体となって対応を行う、旭川モデルの取り組みを開始します。いじめ防止対策推進部は、弁護士や心理士、スクールソーシャルワーカーなどの専門職や事務職12名に、教育委員会のいじめ対策担当から編任する6名を加えた計18名体制の組織とし、いじめ未然防止対策や相談体制の充実、問題発生時の迅速な対応などを行います。また、並行して、仮称、旭川市いじめ防止条例の制定を進め、いじめ防止に関する基本的な方針や重大事態への対処などについて規定するほか、いじめを受けた児童生徒の救済のため、必要な場合に市長が学校や教育委員会に対し、是正勧告ができる制度を創設してまいります。